ース3から1アストロズ現地時間4月25日、リグリーフィールド、シカゴカブスが逆転勝利でアストロズをスイープ。2年目の有望株、ピート・クローアームストロング外野手、22、が決勝にランを放った。1点先制を許したカブスは、初回、虫満塁の絶好機を作るも、4番、マイケル・ブッシュ、5番、ランズビー・スワンソンが、連続三振。さらに6番、ニック・マドリガルが中軸に倒れ、チャンスを逃すと、以降も得点を挙げることができず、5回を終えた。しかし6回裏、同点に追いつき、なおも一死一塁という状況で8番、クローアームストロングが、右翼スタンドへ初安打となる決勝2ラン。デビューイヤーの昨季を14打数無安打で終わっていた、有望株の7ヶ月越しのキャリア初安打が、チームに勝利をもたらした。カブスは、現在、鈴木誠也とコディ・ベリンジャーという主力打者2人が負傷者リストに入っている状況。クローアームストロングはベリンジャーと入れ替わりで昇格し、この試合が今季初のスタメン出場。起用に応える大仕事を果たした。カブスは3連勝で地区首位ブルワーズまで 0.5 差。10カードは敵地で吉田正尚を擁するレッドソックスとの日々と対決となり、日時間4月27日の初戦には今永翔太が先発登板する。